ウィッチベリーオベリスクに書かれた落書き風プットベイリアインザ・ウィッチ・エルムとは1943年にイギリス・イングランドのウスターシャーのバーミンガムから南西約16キロメートルにある町、ハグレーにある森、ハグレーウッドに生えていた西洋ハルニレの中から白骨化した遺体が発見された事件後1944年を皮切りにいくつかの場所で書かれた落書きの文句である。 直訳すると、ベラを生意をハルニレに入れたのは誰だという意味になる。事件の被害者は1941年頃に殺害されたと推測されているが、遺骨や検視報告書は事件後に紛失してしまい、被害者の身元も犯人も2021年現在に至るまで判明していない。ハグレーウッドはコバム施クの領地、ハグレーホールの一部であり、 ウィッチベリーヒルの近くにある。1943年4月18日、地元に住む少年、ロバート・ハート、トーマス・ウィレッツ、ボブ・ファーマー、フレッド・ペインの4人が、ハグレーウッドで鳥の巣探し、もしくは密漁を行っていた。そして、4人は、西洋春にれの大木を発見した。ファーマーは、鳥の巣探しに、絶好の場所と考え、この木をよじ登って、調べようとした。 その途中でホラを見つけると中に頭蓋骨が入っているのを発見した。最初、ファーマーは動物のものと考えたが手に取ってみると毛髪や歯があり人骨であることに気がついた。4人はこの土地に不法侵入していたため、ファーマーは頭蓋骨を元の場所に戻し頭蓋骨のことを誰にも話すことなく帰宅した。しかし、四人のうちの最年少であったミレッツは この件で心が落ち着かず、両親に発見した頭蓋骨について話した。ウィッチエルム、ベラの頭蓋骨、1943年4月18日、ウィレッツの親からの通報を受けた警察が、西洋ハルニレの木の幹を捜索したところ、ほぼすべて揃った白骨死体を発見した。遺留品として、靴や金の結婚指は衣服の断片も発見された。 頭蓋骨には毛髪が残っており、いくつか抜けはあったものの歯がほぼ揃っていたという点で重大な証拠だった。さらに調査を行ったところ、西洋春にでの木からいくらか離れたところで、遺体の手も発見された。遺体はジェームズ・ウェブスター教授のもとへ送られ、調査が行われた。教授はすぐに遺体が女性のものであり、早くても18ヶ月前に殺害されたものであると断定。 死亡時期を1941年10月以前と定めた。口の中からタフタの断片も発見され、被害者が窒息死したことを示唆した。遺体が発見された西洋春にレの幹の寸法を測定して、死者は殺されてからまだ体温が残るうちに木の色の中に入れられたに違いないと推理した。死後硬直が成立してしまえば、遺体を ウロの中に入れることはできなかったはずだからである。警察はその地方中に報告された行方不明者と紹介したが、発見された証拠と一致する行方不明者は存在しないと判断された。また、歯の治療跡が非常に独特だったことから、警察は国中の司会に接触した。1944年、バーミンガムのアッパーディーンストリートの壁にこの事件に、 関係する初めての落書きが書かれた。フープットベイリアダウンザ・ウィッチ・エルム、ハグリーウッドという内容だった。以降も同様の落書きが他にも書かれ、少なくとも1970年代以降、遺体の発見現場に近いウィッチ・ベリー・オベリスクで散発的に書かれた。内容は、フープットベイリアイン・ザ・ウィッチ・エルムというもので、以前の落書きとは若干変化していた。テレビ番組。 ナチマーダーミステリーズのあるエピソードでリバプールジョンムーア大学のフェイスラボガズ骸骨の写真から遺体の復元を実施することが取り上げられた。依頼者はアンドリュース・パークでこの事件に関する書籍の執筆のためだった。ハグレーにあるパブリッテルトン・アームズ2014年8月に最初に放送された BBC ラジオ4の番組でスティーブ・パントは 被害者の可能性のある人物として2名を提示した。一人は1944年にバーミンガムの売春婦が警察に報告した人物である。彼女の報告によると、ハグレーロード沿いで仕事をしていたベラと呼ばれる別の売春婦がおよそ3年前から姿を消していたという。落書きにはベラと書かれていたが、このことは落書きを書いた人物が被害者、または 殺人者の身元を知っていた可能性を示唆している。被害者の可能性のあるもう一人の人物は、ユーナ・モソップという女性が1953年に行った警察への報告に由来した。その報告によると、ユーナの元夫のジャック・モソップが、自身がファンダルトというオランダ人と共に、被害者を西洋ハルニレの木の中に置き去りにしたと家族に告白したという。 モソップはファンダルトと会って、ハグレーにあるリテルトンアームズというパブへ酒を飲みに行った。その夜、ンの女性は酔っ払い、運転中に意識を失った。二人は女性を森の中の木のうろの中に入れた。朝になって女性が目覚めた時に驚かせて、懲らしめようと考えての行動だった。ジャックは木の中から女性がじろじろと自分を見つめてくる夢を繰り返し見ていたため、 スタフォードの精神病院に拘禁されていた。モソップが精神病院で死亡したのは、生洋を張るにでから遺体が発見される前のことだった。モソップの死後から10年以上経過して、ようやくユーナがこの話を報告したため、この報告の信憑性には疑問符がつく。別の仮説は、ミゴによる機密が解除されたヨーゼフ・ヤコブスについての書類に由来する。ヤコブスは、 ドイツ国防軍情報部の情報員でロンドン島で処刑された最後の人物であり、1941年8月15日に執行された。彼は同年にケンブリッジシャーへパラシュートで降下したが、着地に失敗して足首を骨折し、すぐに強度防衛隊に逮捕された。その際、リアコブスは女性の写真を所有していた。その女性は彼の愛人であり、 キャバレーの歌手や女優の仕事をしていたクララ・バウエルレという人物であった。ヤコブスによれば、バウエルレも自分と同様に情報員の訓練を受けており、自分の後にイギリスへ派遣されたかもしれないと述べた。このバウエルレがクダンの遺体の身元であるという説があった。しかし、彼女がイギリスに潜入したという証拠はなかった。また、 数名の証人がバウエルレの身長が女性としてはかなり高い約 180cm であったと述べているが、普段の遺体の身長は推定 150cm だった。2016年9月、バウエルレは1942年12月16日にベルリンで死亡していたことが正式に確認され、この説は否定された。1945年、 ユニバーシティカレッジロンドンで人類学と考古学を研究していたマーガレット・マレーはウィッチクラフト説を提唱した。離れたところで手が発見されたことからハンド・オブ・グローリーという儀式と一致しており、被害者はジプシーの魔術的な儀式で殺害されたと考えたのである。マレーの説は地元紙を賑わせ、捜査官たちは近くのローアー・クイントンで儀式により殺害されたと、 思われるチャールズ・ウォルトンの事件を念頭に捜査を行った。1953年には別の仮説も浮上した。被害者はクララ・ベラ・ドロンカーズというオランダ人であり、イギリス人の役人、オランダ人、音楽堂のアーティストからなるドイツのスパイ集団により殺害されたというものである。余計なことを知りすぎたために殺害されたとするが、この仮説を支持する記録や証拠は存在しない。 ありがとうございます。